サッカーファンの皆さん、こんにちは。アリアンツスタジアムへようこそ。キックオフを前にした会場はサポーターの熱気ですでに大きな盛り上がりを見せています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。準々決勝のこの一戦、ユベントスがエンポリを相手にします。ホームチームの実力に加え、ホームサポーターの大声援を前にアウェーチームは萎縮してしまっているようにも見えますね。しかしサッカーに絶対はありませんから、セカンドレグの展開次第では予想が覆ることもありえます。どんな結果になるのか、まずは前半から見ていきましょう。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。今日はウィングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。アウェーチームのラインナップをご覧ください。今日は攻撃的な 4-4-2 です。トップ下が2人のフォワードをサポートします。ユベントスのキックオフで試合開始です。ユベントスのスローインです。フレッジ、アドバンテージを取っています。ユベントスの攻撃が続く。レフェリーが一旦は流したものの、ここでファールの判定です。ボールがペナルティーエリアへ。ゴールの上を狙ったヘディングでしたが、ボールはバーを越えていきました。タイミングは良かったんですが、落としきれませんでしたね。ヘンダーソン、相手のパスをカット。注目のクアドラードです。今シーズンで引退するという噂が流れています。事実であればクラブにとって大きな損失でしょうね。はい、中心選手ですから簡単に替えが見つかるとは思えません。どうなるんでしょうか。ユベントスにフリーキックが与えられました。ユベントスがパスをカットされました。1対1をしのいだ。シセスニーのファインセーブ。エリア内へ向かうか。ディフェンダーにクリアされました。レフェリーがユベントスのフリーキックを指示しました。この選手はいつも注目の的ですよね。チームにとって欠かせない存在です。常に冷静さを持ってプレーしています。決定力は並外れていますよ。コーナーキックを蹴るのはユベントスです。コーナーから中へ、ゴールならず。キーパーのダイビングセーブに阻まれます。ユベントス、ボールをインターセプトされました。裏へのいいパスが出た。相手に体を寄せられラインを割ってしまいました。福西さん、これまでもいろいろな移籍の話が持ち上がっていましたが、ついに正式に決まりましたね。彼は才能を秘めた本物のタレントですね。
コーチの指示に従って熱心に練習すればいずれサッカー界を代表するスターになるでしょう。ユベントスにフリーキックが与えられました。カウンターのチャンスです。サイドに空いたスペースを見逃しません。華麗なパス回しです。これはチャンスです。ゴール。ここで先制点が生まれました。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。さてユベントスボールのキックオフです。1点も追いつくために反撃開始となるのか。滑って取りに行く。クロスはファーサイドへ。危ない局面でしたが、なんとかしのぎましたね。カウンターアタックに入るか。惜しい場面でしたが、相手のディフェンスに阻まれました。さあユベントスが仕掛けていこうかという場面。いけそうです。止めた。チェスニーのスーパーセーブ。ここはディフェンダーが読んでいました。タリスカ、インターセプトしました。これはチャンスだ。ナイスタックル。ファールをせずよく止めました。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。相手のカウンター、ディフェンダーが必死に戻ります。カウンター攻撃でしたが、シュートは大きく外れました。最後は精度を欠きましたが、そこまでの形は悪くありませんでした。こういうプレーを続けていきたいですね。前を向いてボールを運んでいきます。チャンスに見えたんですが、ここでポゼッションは相手側となりました。前に押し出します。このプレーはオフサイドの判定です。出し手とのタイミングが合わず飛び出してしまったんでしょうか。ディフェンスが冷静に処理します。ここはドリブルに入ります。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。さてアディショナルタイムは2分ですね。シュートのチャンスだ。ポストに当たる。前に出しましたが気を抜けません。アリアンツスタジアムで行われているこの一戦はハーフタイムを迎えました。アリアンツスタジアムからお送りしているこの一戦、後半のキックオフです。
アドバンテージを取っています。ユベントスの攻撃が続く。味方を使うでしょうか。裏までしっかり見えています。深い位置でのチェック、シュートだ。ゴールならず、キーパーがセーブ。ようやくやってきたチャンスにサポーターも声を上げています。入れば同点ですので、このコーナーはしっかり狙っていきたいですね。さあボールを蹴った。ちょっとクリアが小さいか。ゴールを脅かされた場面でしたが、なんとか守り抜きました。カウンターアタックのチャンスです。素晴らしいスルーパス。わずかに外しました。ゴール手前まではいいプレーが続いていましたが、残念ですね。アンデルソン・タリスカ、パスを出した先にはちょうど相手の選手がいました。これは絶妙なスルーパス。これは息の合ったプレー。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。リプレーです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。大量リードをもらって、監督も自然に笑みがこぼれています。ドリブルで敵陣へ持ち込む。激しくいった。試合終了まであと30分あります。サポートを使うか。ディフェンダーを抜いた。タリスカ、ディフェンスが奪い返します。ここからどうする。さあサポーターの後押しです。シュートを打てるか。至近距離からのシュートでしたが、キーパーががっちりキャッチしました。今のは決めておきたかったですね。監督も怒っていると思います。これは見事に奪いました。フレッジ、タックルで止めました。スローインです。タリスカ、ザカリアに渡る。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。守りきれるか。これはボールが暴れたか。ゴールゴール。キーパーがこぼしたボールを見逃しません。しっかりと決めました。これは嫌な点の取られ方ですよね。キーパーのボールの処理の仕方が失点の原因でしょう。監督も頭を抱えているんじゃないでしょうか。素早くパスを回しています。
リードしていますから慌てて攻める必要はありません。さあボールを前に運びます。どんな攻撃を見せてくれるんでしょうか。コスティッチ、お手本のようなタックル。ボールをダッシュしました。主審はファールを取ります。ボールを前に運んでいます。クロスボールがボックス内へ。得点の予感がしていたんですが、ここは相手が1枚上手でした。決められるか。ヘッドは精度を欠いたか。キーパーにセーブされました。試合終盤、アーセナルは1点ビハインドという状況に、この応援、ここはサポーターのためにも。なんプロフェッショナルファールでしょうか。カードもありえます。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。さあどうだ。ボールは壁を越えません。タリスカ、シュートだ。ブロックしました。シュートコースを潰しています。カウンターのチャンス、仕留められるか。決定的なゴールとなるか。絶好のチャンスを逃してしまいました。あんな近くから外すのは残念ですね。監督も悔しがっているところでしょう。キーパーのミスから生じたピンチですが、自らカバーしました。危ないところでしたね。やっちゃ抜いた。周りを確認したい。最後は1対1になりましたが、キーパーが1枚上手でしたね。いや1枚どころじゃないですね。素晴らしい。キーパー必死で反応、ギリギリで触って防ぎました。コーナーからスタートします。このパスはカットされました。最後に同点のチャンスがやってきました。試合終了のホイッスル。次のラウンドに駒を進めるチームが決まりました。いやうまい試合運びでしたね。この接戦をリードを保って見事勝ち切りました。次のラウンドでも今日のような試合を見せてくれるのか注目です。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。何度もチャンスを作り出し、チームを勝利に導きました。そしてゴールもしっかり決めています。